走り機が自分 のスタイルなので、先頭で、はい、やらせてもらえるようにお願いしました。本当素晴らしいことですよね、4人もあのグランプリで走れるっていうのは。まあ、その中から勝つ道を探すというか、まあ、それも選手としての楽しみだと思いますんで。まあ、僕も4番手でもっていう話もしたんですけど、もう慎太郎さんが3番手回れと言ってくれて、むしろ気合が入ったというか、まあ、僕だけじゃなくて、あの先輩たち、まあ、森さんもそうですし、後ろについてくる人たちに迷惑かけないように、そして、まあ、いい形で締めくくれるようにみんなで力を合わせて頑張りたいです。いや、厳しい戦いになると思いますけど、シャボン的にはもう自分的には緑色は好きなので、そういった意味ではテンション自体は上がるとは思うんですけれど、難しいです、位置が、はい、ね、何度も対戦あるメンバーですし、もうみんなね、優勝を取りに走ってくると思うんで、まあ、そこの気持ちだけは負けないようにしたいなと思います。優勝しかね、賞金王っていう道はないですけど、まあ、でもそればっか狙ってやっぱり小さいレースもしたくないし、まあ、ある程度自分で動きながらっていうところはしっかりイメージはしてますけど、まあ、本当、まあ、調整もうまいこと言ってましたし、まあ、ちゃんとその日が来たのかなって感じですね。もう僕ができるのはもう本当にしっかり進して、まあ、自分の仕事をしっかりするだけなので、はい。まあ、とにかくね、近畿の代表選手としてしっかり胸を張って、まあ、レースをするっていうのも大事なのかなというふうには思います。まあ、そのグランプリでもやってることはみんな多分意識することは一緒だと思いますし、まあ、その中で僕自身は別にそこに対して変化球を求められるタイプじゃないんで、まあ、普段通りのレースをするしかないですよ。松浦君の動きが意外だったんですけども、まあ、そのあたりはしっかり自分の中でチャンスだというふうに思って動くことができたのかなというふうには思ってます。オリンピックが終わって自分が、まあ、満足できる結果が生まれなかったんですけども、その悔しさをしっかり日本の競輪でリベンジしたいなっていうふうな気持ちがあったんですけども、ようやく今日ここでグランプリで優勝ということで果たすことができたので、本当に喜びと、まあ、感謝の気持ちがいっぱいで、はい、本当に嬉しいです。
いやでももう本当に脇本さんが強かったっす。思ってるよりも仕上がってましたね。いやー競輪祭とか何やったんやろってぐらい本当別人なぐらい仕上がってましたね。ちょうどホームで飽きちゃうかなっていうタイミングでやっぱり脇本さんのスピードがすごかったですし、自分も短期でちょっとホームの位置からは仕掛けれなかったなっていうのは正直です。はい、どうしましょうかね。でもやっぱりこうやって走ってみて、まあ、短期でも自分はチャンスあるなと思いながら、やっぱりああやってホームで短期だから仕掛けられなかったっていうのは正直あるので、そういう意味ではやっぱりラインの強さっていうのをやっぱ改めて感じましたし、もうまあ難関で底上げしていくしかないです。はい、頑張ります。引っ張っていきます。うん、まあ秋元さんの3番って言ってもチャンスないんで、まあ早めに行って、まあ新田さんのところか森澤さんのところっていうイメージでいました。まあでも結果的にあれを自分で合わすことは厳しいので、まあ、新田さんが合わせてくれたらっていう思いで3番手に引いたんですけど、まあ、森澤さんの一発でもう完全に終わっちゃって、はい、まあとりあえず一人でも、まあ、自分がやりたい走りできたんですけどね、まあ、着が伴ってないんで、まあ、そこを来年脚力上げれば自分で出ることもできるし、はい、まあ、そこだけだと思います。いやそうですね、まあ、短期が3人っていうのが逆に難しかったのかもしれないですけど、今回走って悔しいので優勝できるように練習します。はい、まあ、予想はしてはいたんですけど、まあ、それ以外のところでちょっと噛み合わなかったですね、結果としては。まあ、そこら辺も来年1年通して、まあ、僕自身も学ばないといけないですし、まあ、この赤パンツで入ってる先行屋の神社なんかは特に一緒に学びたいなと思います。その走る前の気持ちだったりとか、まあ、レース後の気持ちも含めてね、トータルでも悔しいレースの一つになりましたね。いやすごかったですね。まあ、自分と軍司は同じこと考えてたと思うんですけど、まあ力の差を感じますね。はい、やっぱ常にこうバッキーという存在が自分を奮い立たせてくれるんで、まあ、来年41になるんですけど、後輩の彼をまた1年追いかけて、自分は自分で日本一の選手を目指していきたいなと思っています。はい、まあ、今日1日、まあ、その嬉しい、まあ、喜びをしっかり分け合って、また1年間気を引き締めて頑張りたいですね。